鵜の検針は鵜飼の開幕前と閉幕後に毎年行われます。今日は獣医師3人が鵜匠の家を回り、合わせて123羽の健康状態を確かめました。このうち杉山雅彦鵜匠代表の自宅では23羽の検診を行い、乳化する病などのワクチンを手際よく打っていきました。鵜飼のシーズンに向かってね、順調に来ていると思います。だんだん我々もね、シーズンが近くなって、ワクワクするのとちょっと不安なと両方入り混じったところで、今年もね、いろんなことを試しながら多くの人にですね、楽しんでもらうということをですね、心がけて頑張っていきたいと思っています。今年は例年通り来月11日に開幕する予定です。